ちょ、どいて。え、ああ、やば、完全にいい音っつかやばい音したよね今。いや、だがまだわからん。もうおばちゃん。この町、上野原へと数年ぶりに戻ってきた初日、それも引っ越してきてわずか数時間、新たな思い出の1ページ目に刻まれるのがまさかのスマホバリバリ事件だとは。だがそんなことよりも、今の俺には一つ特筆すべきことがある。レイくん、お、何棒立ちしてんの。スマホ割れたわ。マジバカなの。いや、なんで。俺は小学校4年まで家族とこの上野原に住んでいた。それなのになぜか今の俺には当時の記憶が全く残っていない。自慢じゃないが何一つ1ミリもだ。タコ公園変わってないわね。私タコよく登った気がする。うん、4歳年下の妹ですら覚えてるっていうのに。でもそう、俺にも確かにあるはずなんだ、ここ上野原でのかけがえのない思い出が。レン、そこの砂場でおしっこ漏らしたのよね。え、マジバカなの。はあ、あのトイレまで運ぶ間も全然おしっこ止まらなくて。うわ、みたいな。それ勢いよすぎだろ。つかそんなの覚えてないし。人間にはいらない思い出も、というか忘れていた方が幸せなこともあるようだ。まあ記憶がないとはいえ、この街が昔と変わったことは見て取れる。商店街は寂れていて、今は新しいショッピングモールに人が集まっている。そう、街は変わった。それと同じように、昔この街で一緒に過ごした奴らがいたとしても、そいつらだって変わってるはず。メンマ嫌い、メンマ外してって。あっちだって俺を忘れてるだろうし、どうせ一から友達になるんだ。無理に思い出す必要もないのかもしれない。なんだ。今日上野原中学に転校してきた穂村蓮くんです。じゃあ自己紹介。あ、はい、穂村蓮です。前に会ったことある人もいるかな。あれ、ぶっちゃけ俺昔のことあんま覚えてないんですけど、まあこれからよろしくお願いします。席はあそこね。はい。往々にして転校生というのはミステリアスなものだ。人物像やバックグラウンドがわからないというだけで、人間は魅力的に見えることがある。実際はクソの役にも立たない人間だとしても、周りがたくましい想像力でかっこよさげな人なのだと思い込むのだ。俺の場合、そんな転校生であることに加え、記憶をなくしてるっぽいという謎が加わる。正直、転校生としてのスペックは最高。これは初めてモテの扉を開いてしまうかも。お、じお。ねえ、ねえ。え？お。聞きたかったんだけどさ、私たちどっかで会ったことあるかな？え？あ、私水沢葵。会ったことはないと思うけど。うん、そっか。ごめん、じゃあね。ごめん、お待たせ。すみません。今参ります。じゃあこれ。スマホ直ってよかった。
モンスト？何何？モンスターストライクは最大4人で楽しめるハンティングアクション RPG。 友達と協力して強大な敵に立ち向かおう。はじめのストライク。あ？ステージスタートだ。何なんだよ。オラ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 、何だ。オラ様を解き放つのである。うさあ、オラ様を呼べばワンチャンあるっしょである。ワンチャンあるっしょ。解放の呪文はワンチャンオラコン。オラコン、よくやった。オラ様があのモンスターを葬ってやろう。マジか。スマホを構えろ。オラ様はオラゴンである。よこそブレマド。これが初めのストライク。解放の呪文に挑戦するのである。